こんにちは、えのき商店です。今日はスプリングバンクとロングローの違いについてご紹介したいと思います。これ名前違うのになんで比較すんのという話なんですけれども、こちらですね、運営している会社が同じです。こちらスプリングバンクとこちらその系列のロングローということになります。でね、キャンベルタウンというエリアで作られてて、スプリングバンクなんかはね、塩気があって、ウイスキー通の間の中ではね、よく飲む方とか、やっぱりね、このスプリングバンクが一番好きという方、結構いらっしゃいます。で、そのスプリングバンクは平均的に飲みやすいんですけれども、こちらはね、同じ系列とは言ってもピートを炊き込んでるタイプということになります。なのでね、初めて飲む場合はスプリングバンクの方がいいかもしれませんが、ピートタイプが好きな方はこちらのねロングローも試してみてもいいんじゃないかなと思います。ぜひね、スプリングバンク好きな方はロングローもね試してみていただければと思います。しかしなんかな、ボトルこのねウイスキーの色薄いんですよ、ロングローって。ほらほら、この箱の色のせいだけじゃないんで、でも味の差とか出てきそうですね。ぜひぜひ飲み比べてみてください。あ、ここにロゴがある、スプリングバンクって。はい、脱線しまくった。はい、こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。